10月9日と10日の2日間、世田谷区にあるシアタートラムで SAC ミュージカルドラキュラが上演されました。公演を行った SAC ミュージカルカンパニーは特別支援学校の卒業生で構成されているミュージカル団体です。およそ1年の準備期間と練習を経てこの日の本番を迎えました。物語は吸血鬼ドラキュラが人間との共存を願うようになるところから始まります。しかし人々は外見の異なるドラキュラたちを警戒し受け入れようとしません。ドラキュラたちは信頼を得るため人々を苦しめる悪代官と命を懸けて戦うというストーリー。外見や思想の違いなどを超え互いに尊重し合える社会を追求したいというメッセージが込められています。特別支援の人たちが社会に出ても社会はやっぱり素直に受け入れられないんですよね。やっぱり特別支援 の人たちという思いで、そういうことなくて同じように社会で生きていける世の中にしたいという思いです。やっぱりガーデンコールで拍手をいただけて皆さんの笑顔を見られてやっぱりやってよかったなって思います。最初やっぱり不安でした。集まってくれるのかなと思ったんですけれども、客席から見てカーテンコールとかもこんなにたくさん集まっていただけるなんても本当に感謝しています。